ヤマハビマックス、ビマックス、V マックスとは、ヤマハ発動機が製造販売するオートバイ、大型自動二輪車。1985年に発売された 1200cc クラスの第一世代と、2008年に発売された 1700cc クラスの第二世代の二つ、モデルがある。正式故障は VMX12 である。車体種別はネイキッドタイプとも、 アメリカンタイプとも取れない独特なもの。エンジンは、ヤマハベンチャーロイヤルの水冷4ストローク70度、V 型4気筒 DOHC1198CC をベースに、新機構 V ブーストシステムが組み込まれた。GK ダイナミクスによるマッチョなフォルムから、ドラッグレース、アメリカンなモータースポーツに参加する競技車両を、彷彿させる。大容量、エアクリーナーが内蔵された、タンクカバー。 燃料タンクはシートの下や両サイドに張り出したエアダクト、実際にはダミーからキャブレターを通りシリンダー A と流れていくようにじられるエンジンを中心としたデザインやレイアウトがこれまでのバイクと一線を画している。そのアグレッシブなシルエットに負けない当時世界最強のエンジンによってドラッグレース10秒台というポテンシャルを誇ったモンスターバイクでもある。 発売からすでに30年以上経ったものの、海外は元より日本の大型オートバイ市場の中でも、現在なお根強い人気を保っている。この車両最大の特徴は、V ブーストシステムと呼ばれる装置を搭載していたことで、あった。エンジンの回転数が6000回転を超えたあたりから、キャブレター下部にある、インテークマニホールドの前後をつなぐバータフライバルブが、 開き始めて8500回転で全開となり、1気筒あたりツインキャブ、2つのキャブレターが連結された状態に変化し、高回転時のみ大口径キャブレターを装着した状態を作り出し、多量の混合儀をシリンダー内に積極導入する仕組みである。最大四十五 p s 九千 r p 12. m 12.4kgm、七千五百 r p m を発生し、 重量級の車体と脅威の加速力 V ブーストが VMAX を表す言葉としてぴったりなものとなった。実際6500回転あたりから表現する強烈な吹け上がりは当時の量市販車世界最強の馬力を実感させるに十分なものであったがアメリカンとしてホールドの効かないポジションと車体剛性の低さから 実際にフルパワー加速を行うのは、ライダーの度胸も必要でった。1985年より輸出者として製造されて、いたが、日本仕様の発売まで逆輸入車として販売され、バブル機の工芸機も、相まって、相当数の個体が日本に出戻っている。多数を占めるカナダ仕様のほか、アメリカ仕様、ブローバイガス還元装置のついた、カリフォルニア仕様、ヨーロッパ仕様、 高年式車では、南アフリカ仕様がある。カラーリング変更や細かな部分の年次改良は滝に渡る。1990年に 750cc を超えるオートバイの販売が解禁され、その運輸省形式指定第1号である、日本国内仕様が販売開始。当時、上限100馬力の自主規制がなされたことから、V ブーストシステムは搭載され、 98PS、11.3kg 98、11. M2 でチューンされ販売が開始された。外観上は、ラジエターカバーのサイドリフレクターの省略、タンデムバーのリアデフレクターの大きさ、マフラーの穴が小さいことなどから、輸出しようと区別することができる。数値上は、パワーダウンされてはいるものの、キャブレーターやファイナルギア比などに低中速域での加速を重視した、セッティングがなされている。 ストップゴーの多い日本の道路事情では 6000rpm からしか作動しない V ブーストシステム搭載モデルよりもむしろ使い勝手が良かった。さらに国内仕様に V ブーストシステムが搭載できるカスタムキットや本来バルブで開閉するバイパス部分を常時開いたままにさせるフルタイム V ブーストシステムなどがリリースされ日本仕様を日本国外仕様以上に仕上げることも可能となった。 2008年6月5日に23年ぶりのフルモデルチェンジとなる新型のビマックスが発表された。新型ビマックスは完全新設計で、車体やエンジンの構造などは、同社のスーパースポーツであるユースー r 1の技術を応用して設計されている。エンジンは初代と同じ V4 ながら65度に変更され、排気量は先代の 1200cc から 1700cc へと、 大幅に増大されており、フューエルインジェクションが装備されたため最大の特徴であった V ブースとシスムは廃止になったが、その代わりとして、吸気系統の部品であるファンネルの長さを可変させるユークアイを搭載させ、出力は 200PS、1 4 7キロワットと大幅に増強された。初代の弱点とされた車体構造も見直され、 オールアルミフレームに 52mm フロントフォークを装備させ、ブレーキも ABS 仕様となっている。ただし合成確保のため車両重量は 310kg とさらに増え、新車価格も237万6000円と非常に高額なバイクとなった。ヤマハ発動機は日本国内規制に適用する仕様も開発し、2009年4月20日に19年ぶりに発売。 車体構成は日本国外仕様とほぼ同じだが自動車排出ガス規制と加速騒音規制に対応すべくエンジン出力を低減したほかサイレンサーの光景も小さくさせ二重パイプを採用した。これらのことから日本国内仕様の出力は 日本国外仕様の最大値である 200PS より低下したものの、初代の日本国外仕様を上回る 151PS を確保し、馬力規制撤廃後のオートバイにおいて、最大の出力となる数値となった。なお、日本国内仕様は、時速 180km 以上の速度を出せない仕様となっている。国内仕様の新車販売は、車両の取扱いなどに関するメーカーの研修を受けた。 もの、ビマックスアドバイザーと呼ばれるが在籍し、なおかつもろもろの条件、店舗の面積、清潔感、整備施設、立地条件、過去のヤマハ車取扱実績などをクリアしたビマックス取扱店、ほぼ正規販売店のエスプのみに限られている。また、販売契約の成立を条件にメーカーから出荷されるため、ビマックス取扱店であっても新車が在庫として、 店舗に並ぶことはない。これは販売店の判断で極端な値引きを行う、新古車として販売されるなど、ブランドイメージの低下を防ぐためである。このため、実車に触れる機会を提供するべく、メーカー及び販売会社主催で、試乗会や展示会が開かれることがある。また、購入後3年間は、定期点検、油脂類の交換や、ロードサービスが無料で受けられる、1年間の 東南保険が付帯すると最高級車種としての差別化が図られている。なお逆輸入車については初代モデルより日本国内販売を行ってきた販売店のプレストコーポレーションが平成20年9月から適用された排出ガス基準強化規制と騒音規制の可否確認が取れないという理由で逆輸入を行わないことを公表したが、後に他の 新型ビマックスの逆輸入車も日本国内で販売されることになった。2017年2月20日、最終受注上限120台を最後に2017年8月に生産終了とする発表が行われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。